携帯ゲームにハマってて、早くお家に帰ってゲームをやりたいっていうぐらい。こんにちは、みなかたゆいです。今回は黒髪メイクの紹介をしました。いつもは可愛い系メイクが多いんですけど、たまには綺麗めメイクもしてみたいなとか思う方にはぜひ試しやすい紹介をしたので、よかったら参考にしてもらえると嬉しいです。私のスキンケアはですね、大事だと思ってるのがダブル洗顔です。ダブル洗顔とはクレンジングをしてその後に洗顔をするということなんですけど、結構これを1週間やるだけでも肌の色が違ってきたりするので、ぜひやってほしいのと、クレンジングはオイルよりもクリームタイプの方が肌に刺激が少ないので、クリームタイプを使うのをおすすめします。そして洗顔はすごいもっちりとした泡を自分の手でいつも作ってるんですけど、こうシャカシャカシャカってやって、それがなんかもこりするぐらいまで自分で作って、手でこするんじゃなくて泡で優しく包むように洗っていくと結構仕上がりがいいので、よかったら皆さんも試してみてください。化粧水とか乳液とかはメナードさんのものを使っているんですけど、イルネージュというもので結構保湿力が高めなのにさらっとつけれるっていうので気に入ってるんですけど、化粧水のつけ方はコットンに500円玉分ぐらいこうチュンチュンチュンって染み込ませて、そのコットンで優しくお顔に浸透させていくという方法で普段やっております。肌が乾燥しすぎてやばいっていう時には、髪のパックとかがあるんですけど、その紙のパックに自分の普段使ってる化粧水をこう含ませて、それで貼って、その上からなんか100円均一とかで売られているシリコンパックみたいなのがあるんですけど、それをつけてパックの上から乾燥しないようにシリコンで包んで、そのまま20分ぐらい放置してると結構プルプルになるので、しかも普段みんなが使ってる化粧水でできるので肌を傷めることなくできると思うのでおすすめです。私最近ハマっていることはですね、ゲームなんですけど、ちょっと前からスプラトゥーンとかをずっとやってて、もう早くお家に帰ってゲームをやりたいっていうぐらいハマってたんですけど、結構強い人が多くてハハってなりつつあるんですけど、ちょっと負けじと今も頑張っております。家庭用機も結構やるんですけど、今携帯ゲームにハマってて、携帯のアプリでいつでもできるのでサマナーズウォーとかをよくやってるんですけど、こちらもサマナーズウォーも番組とか結構出させてもらって、趣味が仕事につながってすごい楽しいので、ぜひそっちもやってみてほしいなって思います。そのハマっているサマナーズウォーの魅力はですね、よくある育成 RPG ではあるんですけど、ガチャゲーじゃなくていいモンスターが手に入らない時でも装備によってすっごい強くなれたりするし、みんなと対戦したりもできるので、それがどんどんハマっていって面白いなって思います。そこが魅力なので、ぜひなんか最初の方結構くじけやすいんですけど、そこを乗り越えていくとすごいその後ずっと楽しめるので、そこがとっても好きです。私はツイッターとインスタとフェイスブックやってるので、よかったら皆さんそちらの方も見てぜひフォローしてもらえたら嬉しいです。今回やった嫌い目メイクのアップまで少し時間があるみたいなので、その他かわいいパティさんに今も他にやってるメイクがたくさん載っているので、よかったらそちらの動画も見てください。待っててね。ではバイバーイ。